ナイス TTM ボーカル&キーボーディストのキックンです。今回はダンスミュージックや J-POP に欠かせない腰痛打ちというリズムパターンについて、細かく解説していきたいと思います。もしこの動画が良いと思ったら高評価ボタンでワンクリック、ご支援いただけたら嬉しいです。では早速ですね、サウンドなんですけれどもこんな感じです。ちょっと聞いてみてください。このドンドンドンっていうのが腰痛打ちですね。この腰痛打ちがなくなるとどういう風に聞こえるのかというと、全然違う別世界が広がりますよね。それぐらいこの腰痛打ちというのは大事な要素なんですけれども、まず腰痛打ちとはそもそも何かということなんですけれども、例えば4分の4拍子っていうね、拍で曲を作っていていたとしたらですね、この一拍に一つですね、等間隔に、このキックの音が並んでいる状態。そう、等間隔にこう並んでいる状態。で、1小節に4つ、このキックが入っているわけです。等間隔に。このことを腰痛打ちと言います。なのでサウンドとしては、ドツ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 ってよく言いますよね。その状態です。じゃあそれをね、どうやって作っていくかといったところも細かく作ってお伝えしていくので安心してください。ではまずイメージとしてはですね、ここですね。打ち込んでいきましょうか。じゃあこの空のところにこのビッグルームというね、ロジックのデフォルトの素敵なキックがあるんですけれどもね、これよく結構夜遊びとかのサウンドでも、結構近い音が使われているかと思いますね。なので夜遊びチックのサウンドを作りたい人にはこれまた必須な、サウンドだということなので要チェックしてください。そしたらまずはここ、1小節ここにリージョンを取ってあります。そしたらここの枠がほら4分割されてますよね。この1マスが16分音符っていう状態なんです。なので4つで四分音符なんですね。なので4つ打ちなので等間隔に4つなのでこの間隔ですね、四分音符間隔の長さで置いていきます。もうこの状態だけでドンドンドンってなります。ドン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 、こんな感じですね。ドン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 、わかりますか。これ非常にシンプルですね。ただ並べるだけ、必ず等間隔に並べましょう。でもなんか物足んないですよね。そこでまた必要なのはですね、まあこれ曲によって必要必要じゃないいろいろあるんですけれども、まあ基本形としてお伝えすると、これスネアの音、ね、このスネア。このスネアの音を入れていきましょう。これは2拍4拍に入れていきます。そう、よく2拍4拍ってね、言われますけど、これなんだろうっていうところなんですけれども、要するに言うと2拍目と4拍目に入れますよっていうだけの話ですね。そう、2拍目と4拍目に入れていく。これ分かりにくいから消しちゃいますね。そう、2拍目と4拍目にスネアを入れます。そうするとサウンド的にはこんな感じになります。はい、っていう感じですね。ドンタンドンタン、ちゃんとキックとスネアがこう同時になってますよね。というのが、まあ、腰痛打ちの本当にベーシックな最低限の部分ですね。非常にシンプルですね。で、次のポイントなんですけれども、ハイハット。ね。まあ、これは腰痛打ちというこのキックの、リズムの中でよく用いられるハイハット。まあ、どのドラムパターンでももうほとんど必ず入ってますけどね。これは8ビートという、ビートにしたければ、この1小節の中に8個入れてください。8個。そうすると、いわゆる8ビートって言われている定番のリズムになります。聞いてみましょう。これが8ビート。そして16ビートってありますよね。これ要するに倍なんですよ。まあこれ全部選択してオプションボタンを押しながらドラッグで離すと。そうするとほら、つく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 、もう16ビートで刻んでますよね。これがいわゆる16ビートの腰痛打ちサウンド。で、ここですね、ハイハットにはオープンっていうものがあるんですね。ほら、これ、ツッってやつ。このツッじゃなくて、ツッってやつがオープンって言うんですけれども、ツクツー、ツクツーって入れるのは結構定番。ツクツー、ツクツーとかありますよね。とか、わかりますか？ツクツー、ツクツー。っていう風に刻んでもいいし、あとこの、消すとですね、こう空白にしてあげるとですね、
このツク2のオープンが伸びる状態になるんですね。っていう風に、刻むパターンもあります。いわゆるこれがもう超定番のパターン。だからこれを見ながらね、真似ていただければ完璧なのかなと。まあ、あとは強いて言えばベロシティですね。これはちょっとドラムの専用動画でも、ベロシティの入れ方にはね、お伝えしてるんですけれども、ベロシティは何かというと、ドラムを叩く強さなんですね。例えばキックはもう結構マックスで入れることが多いですね。そして、キックは基本的には一定の方がいいって言われてます。やっぱりね、こう、上手いドラマーの人ほど一定の、強さで、キックを踏むことができるっていう傾向があるために、あえてキックは一律のベロシティにするっていうのが結構定番。で、スネアは2拍目をちょっと弱めにして、4拍目を、2拍目よりも相対的に強くすると、ドンタン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 っていう、またノリができてきます。これは正解はありません。どこで、強い波にしたいのかを、によって変わってきます。急に。ハイハットも同じです。ハイハットもこう16ビートがありますよね。で、ここでどこを強くするかによって全然ノリが変わってきます。例えば、この、最初の2つを弱くして、ここ3つ目を強くして、4つ目弱くするみたいなパターンにするとですね、またこうノリが違うんですよ。ツツツツみたいな。ただ同じ刻みじゃなくて、なんかこう波ができるんですよね。ほら。なんか違いますよね、ノリが。ツツ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 ツンツツンって感じ。で、これ考え方としては、イメージとしてはですね、まあ、全部同じだったとしましょう。そしたらどこをアクセントにしたいのかっていうのを考えて、例えばここと、ツッ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 だからこうして、シフトボタンを押しながらだと同時に選択できるんですよ。ツッ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 とか。で、自分でこう、想像で口で言いながらこうベロシティを強くする。そうすると、ここだけ強くなるので、ほら、簡単にノリを変えることができますね。っていう打ち込み方。そして、せっかくなのでですね、最後に。ここに素敵な技をお伝えします。これだけだとつまんないなと思ってきたら、ドンターンドンターンのこのスネアのこのターンを違う場所に入れてみる。ほら、ドンタタンターンとかね、ドンタタターンドンタタドンタタンターンタドンとかできるんですよ。例えばわざとここに入れると、ほら、全然ノリが違いますよね。とか、あとドンドンタンタドンとかね、ドンタンタドンタンタンとか、っていう風にパターンをどんどん変えて遊んでいくっていうのは本当に面白いし、ただね、本当にいろんなバリエーションを作るというのは大事なことなので、遊びがあったらやってみてほしいですね。もう気まぐれでいいです。もうこんな感じで、ほら、ダンスタンタンとかね、できるんですね。で、さらに、例えば、最近ね、流行りのフューチャーベースとか、そういうジャンルとかだと、結構このクラップがね、四分音符で盛り上げるときに入れられたりしますよね。ザン、ザンって。で、クラップをもうキックと同じ4つ打つにして、次の小節では8ビートに速くしていくとか。あ、これ邪魔ですね、その場合。タン、タン、タン、タンで、まあ、例えばですよ。例えばこういう風にしていきます。倍の長さにしました。そしたら今度はここのクラップを、またね、全部選択して、オプションをしながらドラッグして、倍にしましょう。そうすると、ザン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 、ザザザザってなります。聞いてみますね。なりますよね。さらに複製していくと、複製した先ではですね、ここを、ダダダダダと、クラップをまた複製して16にすると。そうすると、こんな感じですね。ドーンみたいな感じですね。で、例えば、シンバル。まあ、これはね、曲によるので、あれなんですけど、まあ、頭にシンバルを入れたり。生ドラムだったら、これね、腕の数が2本だから、そこで叩ける範囲で、どれかをこう削んなきゃいけないとかっていうのもあるんですけど、別にここは、デジタルのドラムマシンなので、別にそこはこだわらなくてもいいのかなと思います。ほら。シャーンっていいですよね。これ決まりますよね。シャーン、シャーン、アクセントで、まあ、サビの前とか盛り上げたいところでは、シンバル連打してもいいのかなと思います。シャーンからの、ドーンみたいな感じ。そうそうそう。こうやって本当にパズル感覚というか、そんな感じで打ち込んでみていただけたらと思います。
ちなみにロジックに関してはですね、パターンリージョンっていう考え方の、こういうあのものがありましてですね、右クリックをするとパターンリージョン作成っていうのが出てくるので、これで打ち込むこともできるんですよ。ほらこれ、ほらキック一小節のうちでこのようにドンドンってやってね、これクリックするだけでオンオフできるので、気軽に、このようにパターンを打ち込みます。もう本当にもう直感的ですよね、こんな感じで。まあ、今ちょっとざっくりやってますけど、ダララってドラッグしても簡単に弾くことができるし、まあ、ちょっとこの細かいね機能については専用の動画があるんですけれども、ちょっとね今喋りながらザクってやっただけで、ほらこんなリズムパターンがね、ほんの十数秒でポチポチするだけでできちゃうので、このパターンリージョンでドラムを作るっていうのもやってみてくださいということで、ぜひね、よかったなと思ったら、高評価ボタンで応援いただけたら嬉しいですし、あとメンバーシップ動画もあるので、もし気になる方ぜひご利用ください。いつもありがとうございます。ナイスDTMキックンでした。またね。